男ならてっぺん取れよ。ノーモアヒーローズ、英雄たちの楽園。ミノワマン、全米殺し屋ランキング頂点への道。主人公は全米殺し屋ランキング11位の殺し屋トラビス・タッチダウン。ビーム刀と多彩なプロレス技を武器に、10人のイカれた殺し屋たちとの熱く激しいバトルを繰り広げる超爽快殺し屋アクション。さまざまなミッションをこなし、自らを鍛え、全米殺し屋ランキング1位を目指す。今回は常識を超越したアグレッシブなファイトで人気を博すリアルプロレスラー超人ミノワマンが全米殺し屋ランキングに殴り込み。プレイの最大の目的は悪のプロレスラーデストロイマンとの対決。果たしてミノワマンは勝利することができるのか。こんにちは、ノーモアヒーローズ英雄たちの楽園、宣伝部長になりましたミノワマンです。絶対ぶっ倒します。まずは雑魚戦で肩鳴らし、プロレス技を中心に次々と技を自分のものにしていく。バスター、いよいよ初めてのランキング戦。相手は全米殺し屋ランキング10位の大富豪デスメタル。初めてのランキング戦ですが、はい、今の心境は。まあ初戦が大事なので、今この勝負にかけたいと思います。ラウンド1、ミノワマン VS デスメタル、ファイト。 A place to die. You have no idea, do you?デスメタルはリーチの長い巨大なマシンビーム刀を使う。相手の攻撃をガードし、すかさずコンボとプロレス技を叩き込め。ちょっとこれはどいつ狙えばいいんですか。これある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 これだ。Here's your ticket to paradise, old man. 白熱の戦いでしたね。初ランキング戦はいかがでしたか。なんとか勝ちましたので良かったです。あの3つに分裂した時はちょっとヤバかったですね。リングでもゲームでも一切妥協を許さない、常に本気の男、それがミノワマン。いざ戦いの舞台へ。いよいよデストロイマン戦ですね。はい、彼はアメリカンスーパーヒーローになりきって日夜殺しに勤しんでいるわけですが、その辺に関してどう思われますか。ちょっとどんな殺し屋かはちょっとよく分かんないですけど、でもあのプロレスラーと聞いたので、同じレスラーとしては負けられないところです。やったりますよ。For the seventh? Yeah, sure. Bring it on. I love a challenge. What? デストロイマンの武器は体に仕込んだビーム砲。レーザービームやキャノン砲など接近戦で食らうと大ダメージ必至。お、カード。ヒットアンドアウェイで隙を伺い、投げ技を決めろ。おっ、ジャンプ。おっ、ジャンプ。Don't cry like that. You're a killer, aren't you?Help! What? Please, help me! There you go!
見事デストロイマンを撃破。やはり正義は勝つ、はい、という感じでしょうか。いや思ったよりバックに回れなかったんで、やりたいスープレックスが出せなかったのと、あと天井に上がってスイッチを押さないと彼が下に降りてこないので、そこがまたちょっとどうしたらいいか分からなくて、対決以外で、謎解きみたいなところがあるのがまた戸惑いました、けど、レスラーとしては勝ったので良かったです。ノーモアヒーローズ英雄たちの楽園、プレイしてみていかがでしたか。一人一人のこうキャラクターのイメージと細かいこうストーリーっていうのがあって、その辺もすごい楽しめました。あとやっぱりこう一個一個のアクション、この技の出す時決まった時はすごい快感ですね。全米殺し屋ランキングにはまだまだ個性あふれる強敵が登場。てっぺんを取るまでリアルプロレスラー超人ミノワマンの挑戦は続く。皆さんもランキング1位目指して、頑張りましょう。